こんにちは、パーソナルトレーナーの山下です。これから行うトレーニングはお尻歩きというまさに歩く動作に関わったトレーニングになりますので、最近歩くのが大変だなという方はぜひ頑張って行っていきましょう。はい、それでは実践に移っていきましょう。まずは床にマットがある方はマットをご用意いただいて、床に座った状態で行っていきましょう。では座ったところから軽く膝を曲げたまま、ゆっくりとまず片方のお尻を持ち上げるように片足に体重を乗せていきます。でここからゆっくりとかかとを前に押し出すつもりで、お尻を前に軽く出していきますよ。そしたらお尻をゆっくりついて、今度は反対のお尻を持ち上げて、同様にかかとを前に出して、この動作を何回か繰り返して行っていきます。そうすることでゆっくりと前に向かって体が進むように動いていきますので、まずこれを何回か行っていきましょう。マットがある方はマットの端っこ、もしくは床でやられている方はなるべく距離をある程度目安を持って動くようにしていきます。で前まで来ていただいたら、今度は同じ同様の動作で後ろに下がっていきましょう。おそらく行っている最中に股関節周り、骨盤のあたりにかなり刺激が入ってきている方がいらっしゃるかと思います。なかなか普段歩くときにこの股関節周り、骨盤が動いてない方はこのあたりをしっかり動かす運動を繰り返していただくと、しっかり歩くときの歩幅を広げられたり、もしくは後ろに蹴るのが苦手な方は後ろに蹴りやすくなったりしていきます。でどうしても苦手な方はですね、手を使って行っていきましょう。まず右足を前に出すときは左手を前に、今度反対、左足を出すときは右手を前にして、まるで歩くような形で手を振りながら行っていただきますと、前に向かって歩きやすくなりますので、もし難しい方は手を振りながら行っていきましょう。では前に来たら今度は後ろに向かって下がっていきましょう。ここまで来ると足の付け根のあたりかなり刺激が入ってきていると思いますので、無理がない範囲で、特に息が止まりやすいのでしっかり呼吸は意識しながら行っていきましょう。はい、結構です。皆さんいかがだったでしょうか。骨盤周りがしっかりと頑張ったと思いますが、実はお腹や肩周りもしっかりと動く全身運動の動きになりますので、歩きづらいという方はぜひ頑張って行っていきましょう。来たる2016年9月24日土曜日、25日日曜日に高齢者運動指導士の資格認定講習会を開催いたします。こちらの資格講習会はですね、年齢無制限となっておりますので、インストラクターにぜひなりたいという方はですね、ご参加ください。下記の概要欄にクリックしていただければと思います。お待ちしてます。株式会社ストロングボンズではデリトレと題しまして、デリバリートレーニングのサービスをスタートしました。東京23区内でしたら、構成費はかからずですね、パーソナルトレーナーが皆様のご自宅に伺わせていただきまして、トレーニングをご一緒に、させていただきます。この T シャツをですね、着たトレーナーが、男性女性多数おりますので、こちらの下記詳細までですねクリックいただきまして、お問い合わせください。株式会社ストロングボンズでは、パーソナルトレーナーを募集しております。トレーナーにこれからなりたいという方、しっかりとした研修制度が、弊社にはあります。ぜひ私たちと一緒にお仕事をしてみませんか。トレーナーをですね、やりたいという熱い気持ちをですね、
持っている方、この下のですね、URL をクリックしていただいて、ぜひお問い合わせください。面接は私岩田がやらせていただきます。どうぞ皆様お問い合わせお待ちしてます。